中部電材株式会社は、東京都千代田区の秋葉原にある事業者向けの電線、ケーブル、電気絶縁材料等の専門卸売業の会社である。通販サイト電線ストアドットコムを運営しており、全国、海外へ各種電線ケーブル、光ファイバーワイヤーハーネス、電気絶縁材料等を配送している。創業当初より、電線3品種と呼ばれる CV、4、 CVV を取り扱い、ビニルキャブタイヤ、キャブタイヤケーブル、ロボットケーブル、バン内配線、モーター、トランス、コイル、ポンプ、コンプレッサーや修理業者様向け巻線、マグネットワイヤー、絶縁材料、ワニス類、絶縁チューブ類、絶縁テープなどの電線、電気絶縁材料の専門おろ修理業者である。今後自動車の主流となる EV も含めた、自動車関連の電線類、 EV、HEV インバータ駆動モーター用、コイルエナメル線、閉鎖エナメル線、充電設備の試行用電線、自動車用電線から、ハイブリッド車専用放機バッテリーまで幅広く、積極的に取り扱っている。ブヤユ、アイワなどエナメル線をはじめとする、マグネットワイヤーの小口販売にも対応している。電線、各種ケーブル、電気絶縁材料等の分野での品揃えは、 国内でも屈指の在庫量である。小賀電工の巻先生機販売代理店である。創業以来、現在に至るまで約70年経つ。観光庁、自治体、研究機関、在日米軍、全国の国立大学法人や私立大学などへ多数の販売実績もある。国立研究開発法人理科学研究所の有する。 世界最短波長の X 線自由電子レーザー施設、ソクラのサポーターとして、協力を行っている。安全性、快適性の向上から、燃費向上、CO2 排出量削減、ガソリンなどの化石燃料への依存度を低減させる目、エンジン、モーターの改良などで、日々進化が求められる自動車関連の電線、自動車停電線、充電設備の試行用電線から、 ハイブリッド車専用放置バッテリーまで幅広く積極的に取り扱っている。関連ケーブル類電気自動車、ハイブリッド車などの駆動モーターに使われる巻線。耐熱性が高く、隙間なく、巻けるので高占い積立が可能であり、軽量化にも貢献する。電動車の走行用モーターの電気を送る高電圧、大電流用、ワイヤーハーネス。モーター回路などから発生する。 電磁波を遮断する、ノイズシールド性能、高い絶縁性能を持ち、ノイズ信号による、誤動作やカーナビの画像乱れを防ぐ。昨今、政府の推進する、電線地中化及び、電柱地中化の将来的な需要がある中、強度、耐食性、耐候性、耐薬品性に優れた、地中埋設用ケーブル防護管、フェップ管の A フレックス、及びベルマウス、防水キャップ、 専用コネクタなどの部品類、プラフレキとその部品類の取り扱いをしている。関連ケーブル類地中への直接埋設、露出配線、水中付設など多様な付設条件に対応する。CV に波付け交換外装を施したケーブルで、地中への直接埋設が可能な金属管で覆われているため、耐水性、耐薬品性にも優れており防ネズミ効果もある。型。 エフレックスタイプもある地中埋設したケーブルを保護する管路材。コ賀電工が国内で初めて開発した。断面丸型の樹脂製発欠下であり、地中埋設に耐える強度を持ちながら、軽量で曲げやすく、試行性に優れており、1967年の発売開始から小規模な電気工事から大規模な公共工事まで幅広く採用されている。 太陽光発電設備に必要な CEV、CVT ケーブル、PEV ケーブル、コネクタ、PF 管、埋設管なども扱っている。中でもメガソーラーなど発電設備の大容量化に向け、送電効率を上げるための高電圧ケーブルを推奨している。太陽光に限り従来の低圧 600V から直流 1500VPEV ケーブルの使用が認められた。 そのことにより、接続箱の数とケーブル本数を約40%削減することができ、システム全体でのコストダウンが可能になった。焼却時に、有害なハロゲン物質及び埋め立て処理時に溶出が懸念される重金属類等がある。このような環境に悪影響を及ぼす物質を一切使用していないエコ電線を積極的に提供している。 地球規模の環境保全が重視される現在、エコ電線を積極的に取り扱っている。ありがとうございます。